はい、どうも皆さんこんにちは、座れる休憩場所検索の、ペンタでございます。どうもです。今日はですね、祖師ヶ谷大蔵に、来ていました。祖師ヶ谷大蔵といえばですね、つぶらやプロで、結構まあ有名ですよね。ウルトラマンの街ってことでね、私もちょっと初めて祖師ヶ谷大蔵の方来まして、そうですね、ちょっとね、いろいろちょっとね、うまく紹介できるかちょっと自信ないんですけど、まあぜひぜひ、見ていただければと思います。祖師ヶ谷大蔵はですね、小田急線の、準急とですね、各駅停車止まる駅なんですよね。ちょっとね、トラックはね、今駅前結構通ってて、意外と交通量だと人がまあ多いっていうのはちょっとね、第一印象なんですけど、はい。で、ちょっとさっきの鉄道の話に戻しますと、小田急線の、各駅停車とあと準急が、止まる駅なんですよね。だから、急行とかですね、ちょっと快速急行とか止まらないんで、どうしてもね、下北とか新宿方面行くときに、ね、少し時間かかっちゃうかなっていうところなんですけど、そういった、感じですね。ただ、成城学園がね、すぐ隣なんでね、そういった意味で、世田谷区ということでね、成城に近い、街ということで、どんなところなのかなってちょっとね、いろいろ楽しみにしているところです。はい。じゃあちょっと歩いてみましょう。ただ、今日はですね、土曜日なんですけどね、意外とね、人が多いですね。皆さんどこ行かれるんでしょうね。もうちょっとね、祖師ヶ谷大蔵って言ったらね、ベッドタウン的なイメージが私の中ではあったんですけど、意外と人が多いなっていうか、それはちょっと第一印象ですね。で、祖師ヶ谷大蔵のですね、この駅は高架になってまして、高架の下のところにドトールがありましてね、このドトール結構ね、広かったですね。だから祖師ヶ谷大蔵のね、ちょっと待ち合わせとかね、便利かなっていう、思います。ウルトラマンの、さっきね、人いたんですよ。人いてね、ちょっとね、撮れなかったんで、正面からちゃんとね、ウルトラマンのね、この仁王立ちの姿をこれ撮りたいなと思って、行きました。ね、祖師ヶ谷大蔵といえばこれですよね。ウルトラマン商店街でしたっけ？の方をちょっと歩いていきたいなと、思います。でね、この商店街のですね、この、街灯あるじゃないですか、この今、鎌倉パスなので、これもですね、微妙にこのウルトラマンのね、ヘッドの部分、なんだろう、ウルトラマン太郎、レオ、太郎か、ウルトラマン太郎みたいな、ヘッドしてますけど、そういったところね、小さなところにもいろいろ工夫が施されている、さすがね、ウルトラマンの街とも言えるような、雰囲気を醸し出してますね。じゃあ、ここから、なんか歩いていこうかなって、思いますけど、駅の近くはですね、日高屋とか、日高屋か、あと、伝家とか、そういったチェーン店が、あるんですけど、もう少しですね、この奥の方の、行くとね、そのね、地元に根付いた、面白そうなお店があるかなと、ちょっと期待して、おります。で、これは大和屋っていうね、クリームシオカンのお店があったりとか、してですね、大蔵大根かな、生地に山芋を練り込んだね、まんじゅうとかって、なんか珍しいですね、大根が練り込んであるっていうのは、私は初めて聞きましたけど、そういったのは結構、ね、流行ってるんでしょうかね。はい。で、あとは、松屋とか中尾とかセブンデイズ、セブンデイズはあれか、一時的なお店が入るやつか。でもね、一通り一応チェーン店は揃ってるっていう印象です。で、ここからの一つね、路地入るとすごい静かなんですけど、こっちはちょっと後で行ってみましょうかね。ウルトラマンマックスとウルトラメイビスのショーを見ようってあります。日大のとこですね、やってるみたいですね。キヌタ祭実行委員会って書いてあるんで、そっか、日大が近いんだろ、これ。この辺は、だからそういったね、ショーとかね、やるみたいなんで、ウルトラマン好きのお子さんとかに来たらね、楽しいんじゃないかなって思います。でも最近のウルトラマンって、一体どこまで行ったんでしょうね。もう全然追いつけないですよね。もうね、そう、ウルトラマンティガーは古いですか。もうね、そっか、もうわかんなくなっちゃってますけど、はい。で、あと、ここからファインとか、ドラッグストアも駅近くに、ありますね。で、あっちはなんか、丸横丁、居酒屋とかあるのかな？とかある感じです。
で、あとはタコスか、タコスのお店とか、なんかご褒美ダイナーってね、まあ、まあ最近やっぱこういうハンバーガーとか番付が、結構お店増えてますけど、まあ、どことなくロゴがなんかウルトラマンっぽいなっていうのは、ありますね。で、ウルトラマン商店街、もうこのまま北上していきますけど、北上っていうか、千歳烏山の方ですね、京王線の、方面に向かっているんですけどね。まあ、こういったね、まあ、路地に入ったところにも、ここはうなぎ屋さんかとかあったりとかしてですね、まあ、いろいろちょっとね、冒険してみると面白そうだなっていうのは、ありますね。で、あとは、ここはですね、スーパーの大関ありますね。小田急線ってね、下北沢にもありましたけど、やっぱ大関、ね、スーパー多いかなっていう。まあ、世田谷区でも多いかな、どっちかって言ったら。そういう、そんな感じかもしれないです。で、あとここはね、サンセリエってなんか天然酵母パンのお店がありまして、結構ここ、人が賑わってますね。パンの予約とかやってますんで。でもまだ9月下旬オープンっていうか、まだあれかな、できてそんなに日が経ってないんでしょうかね。なんかね、そんな感じがしますけど。はい。で、あとね、ダイソーも、大関の隣に、ありますね。だから、まあ一応ね、駅近くで、一通りのお店が揃ってるっていうね、とこはまあ、利便性は高いかなっていう、印象ですね。そうするとね。あと横浜UK ラーメンとかできてますけど、ここはなんか結構なんかね、昔からやってそうな中華料理屋さん、新京っていうとこみたいですね。ここはですね、新京中華料理屋さん、まあ、酢豚カニ玉とかね、まあ、スタンダードな中華料理あるんですけども、このね、サービスセットとかあってね、ここはね、お昼800円かな、から食べられる、まあそういうセットもあったりします。で、あとはね、生餃子とかね、持ち帰りできるみたいなんで、餃子好き、ちまきも売ってますね。ちまき食べてないな最近。だ、そういうの結構好きな人はね、面白いかもしれない。あんまりね、中華料理屋でね、餃子の持ち帰りってあんまり見ないですよね。だから、世田谷自動車学校はあるんだ。はい。餃子の話はそんな感じです。で、ここはグリーンマインドっていうお花屋さんですかね。あります。結構、おしゃれで、なんかリースの形、リースが置いてあるんで、やっぱり、まあ、もうすぐクリスマスですかね。まあ、そういったところで、意識してるんでしょう。ほら、ウルトラマンのほら、ソフビがありましたよ。ね、全部わかりますかね、ちょっとこれ全然わかんないな、バルタン星人しかわかんないな、これ本当ね、いろいろね、いましたもんね。知らないなっていうところです。でね、スーパーの大関越えてからやっぱり少し人減りましたね。普通にお買い物に来てる人だったのかなって感じでしたね。はい。結構ね、若い人もいたんでね、みんなどこ行くのかなと思ったら、やっぱりあれかな、日大が近いからそういう学生さんが多いんですかね、この辺ね。はい。で、あとね、このね、坂本っていうお蕎麦屋さん、ありますね。ここは結構老舗っぽいな、いいですね、これね、坂本っていうね、こう、いいな、そば食べたいな。50代、60代ぐらいの人と出張行くとね、お昼そば食べたいってね、結構そういうのあるじゃないですか。そう、だから、ね、私はね、生姜焼き定食とか、とんかつがいいんですけど、まあ、そういうの、そば食べたりして、ね。でも、最近そういうなんかね、もう少しヘルシーな食べたいなって思うようになってきましたね。はい。で、サンドロックも、ここにございます。サンドロック結構奥広いですね。
ね、だから、うん、はい。あと、とんかつのサボテンとか、この辺もチェーンですよね。今ですね、祖師ヶ谷商店街、この路線バス走ってるんですね、これは地元のコミュニティバスなのかな。あ、でもね、1時間2本しかないから、そんな感じかな。まあ、IC で200円で、今どこ、そう、商店、うん、一駅歩いてた感じですね。絹田総合支所って書いてあったんで、成城学園の方も多分、止まるんでしょうね、多分ね、バスね。はい。あと、菊屋、吉祥寺の菊屋あります。うん、さあどこまで歩いたかな、まあっていうところでいろいろちょっとね、バタバタの説明っていうかね、看板の文字読んだだけなんですけど、ちょっと忙しかったですね。人も多くてね、ちょっとあんまりゆっくり見れないっていうのもあったんですけど、じゃあ、カレーの何階ってことね。あれ、キッチンの何階ってありますよね。だからここはカレーだけなのかな、どうなんだろうね。まあそんな感じか。まあね、御徒町に、ありますよね、カレーの何階ね。これまあフォロワーさんに教えてもらったんですけど、ね、のれん分けしたってことだね。向こう側が遊園にもありましたね。ここもなんか惣菜さん、岩牡蠣とか売ってますね。結構海鮮系扱ってるんでしょうか。そういったお店が、ございます。あとね、ここにもね、ここからファインがあった。ここ2軒目ですよね。さっき手前にあったんで、2軒目ですね。お、なんかレゴハウスあるね。大間さん可愛いですね。お母さんが買ったんだね。でも、意外とウルトラマンのおもちゃが置いてないな。ちょっとそこ突っ込んじゃいけなかった。はい。っていうことです。ね。ここはドラマか。ドラマね。ドラマもチェーンですよね。ね、スタヤ派かドラマ派っていう感じなのかな。でも大体なんか競合しないような感じになってますね。スタヤとドラマね。で、ここが例の木梨サイクルで、ございます。木梨憲武の実家ということでね、ここのですね、まあ、2階はですね、なんか、昔懐かしのなんか雑貨をね、売ってるなんて、まあ、ブログで見ましたけど、ですね、まあ、店内はですね、普通に自転車売ってますね。あと修理とかも受け付けてるのかなっていう感じで、ここは、そうだな、ちょっと動画撮ってない時に寄りたいなっていう感じですね。あ、それにしても初めてちょっと来ましたけど、なんかすごい綺麗ですね。スポーツ自転車とかも売ってるんで、まあね、玉祭とかね、行くときに、ここはあれだね、鮮魚の、お店とか、あとね、スタミナキングって、これも、焼肉材料専門店って、これは面白くない？結構ね。うん。なかなか焼肉材料なんてあんまり聞いたことないよね。ああ、そんな感じがありました。あと友江食堂って、これは普通のあれか、定食屋さんか。で、ここ祖師ヶ谷まちづくりセンターっていう、今バスで言うとコミュニティバスで、そうか、 3つ目ぐらい来たのかな、感じですね。なんかカフェもありますね。ここはデラヤっていうのは、なんか居酒屋かな、ケバブハウスがあって、うん、ここはなんだ、野菜を食べるカフェみたいな、ヤオマンキッチンっていう、ここはランチメニューはですね、それぞれあるんですけど、これはやっぱりあれかな、ね、
有機野菜というかそういうちょっと野菜にこだわったような、お店なんでしょうかね。あの結構ね、あの表はねこうやってね野菜売ってるんですけど、中はですねあの、まあ、食べれるようなスペースかなっていう、ような感じになってますね。寿司酒屋ということで結構、歩いてきましたけど、あれですね、結構やっぱり活気が、街なんていうか商店街全体とそして、まあ、活気ありますよね。結構人がねいっぱい多くてですね、さすがまあ寿司が多いかなって感じがしましたけど、でここはビッグエか、ディスカウントストアビッグエとかね、あとステップゴルフってこのあれか、あのゴルフできるね、ような、ゴルフスクールがあるんですね、インドアのね。でこっちは欅ロード祖師ヶ谷って書いてありますよね。ここはなんだろう、今ね祖師ヶ谷第4郵便局の近く、ここはあれかな、祖師ヶ谷団地かな、ここら辺はこの団地のこのね、まあ商店街ってことで、まあちょっと見てみましょう。これなんか結構おしゃれじゃないですか。ここはなんだろうな、ここなんかすごいおしゃれじゃん。ここね、祖師ヶ谷の青字ってお店なんですけど、ここね、ランチセットで、ね、ピザやってるんですね。マルゲリータ、あれあるんですけど、中ですね、ちゃんと窯がありますよね。こう、ピザ美味しそうだな。はい、結構なんか洒落たお店です。でここはもう、お肉。祖師ヶ谷のお肉。コロッケ散歩って書いてあるんですけど、ここでそっか、コロッケを買って、祖師ヶ谷ね。歩くっていうのはそういった楽しみ方ができるようなところですね。鈴木っていうお店ですよ。でこっちはあれかな、ね、地元の八尾急かな、八尾ってつくお店が多い気がしました。さっきもね、八尾マンキッチンだっけ、そうなんかね、多い気がしました。であとお茶屋さん、なんかね、世田谷土産なんて書いてあるんですけど、これなんだろうな、抹茶クリーム大福とかね、美味しそうだな、いろいろございます。あとはクリーニングとあれかな、あとはあと水産か、水産のお店とかね、このタコの絵が可愛かったですけど、よさちゃんクリーニングかっていう感じで、こっちはずっとまあ、団地ですね。祖師ヶ谷のね。団地ですね。はい。ということで。まあ、ちょっと、ね。こっちの方持ってきますか。まあ、なんだろうな。団地の商店街にしては、なんか、随分ね、オシャンティーな、お店もあったりして、少し意外でした。こういうなんか、三木本ビルっていう、なんかね、ありますけど、この中はね、皆川カフェに、なってまして、あ、フレンチトーストがね、ごめんなさい、フレンチロースト、まあ、ここちゃんとね、なんか可愛らしい看板ありますけど、カフェになってですね、ちゃんといろいろ売ってるんですね、コーヒーのお豆とか、売ってるんで、いいですね、こういうとこで、豆を買って、ね、家で弾くのもいいかもしれないですね。あとアンティークとか、ございますね。てかあれかな、なんか銭湯有名で聞いたんですけど、 なかなかたどり着かないっていうか、あれかな、もう見逃しちゃったかなどの辺なんだろう、まあそのうち見つかるかな。はい、ウルトラノースストリートっていう、柱に支柱に書いてありますけど、
やっぱりこう特徴的ですね。これもう完全にあれじゃん、ね、ウルトラセブンのね、あの頭のヘッドのさ、カッターなんだっけ、カッターあるじゃないですか。そうそう、それですよね。そうそうそう。でちゃんとあの、このね、ピコンピコンって光るやつの、なんて表示灯っていうか表示灯っていうとかっこいいや、なんていうんだっけ、そうウルトラタイマーか、そう、ちゃんと、あります。はい、うん、あ、いいじゃんこれ、一休みしませんかって、ちゃんとチェア置いてあるよ。あ、素敵だねこれ。あの触れ合い歩道、遊歩道っていうね、このバス停のところにあるんですね。じゃあ祖師ヶ谷通りね、まだこのまま進んでいきましょう。まあ、祖師ヶ谷からですね、あのなんかベンチ設置事業なんて、あの書いてありました。福祉会館かな、なんかその福祉センターかの事業がやってるみたいなんですけど、なかなか素晴らしいですね。やっぱりね、結構ね、祖師ヶ谷からここまで来るのにね、割と歩いてますんで、そういった意味でもですね、やっぱりあのお年寄りの方とかね、なかなか座るとこないっていうのはね、やっぱりね、あの町としてもね、なんていうのかな、ベンチがあるとね、訪れやすくなりますし、あとまあそういったところベンチでね、コミュニティができたりとか、まあいろいろですね、ベンチっていうのはいろいろ相乗効果を生み出すという私は思ってます。はい、じゃあもう、お、なんかあそこ、あれはあれかな、教会か、教会のようですね、あのね、中華の桐生軒っていう、この、ラーメン屋さんかな、日帰り定食もあるんですけど、あの自動ドアなんですよね、ラーメン屋の入り口、あんまり自動ドアのラーメン屋の入り口ってない気がするんですけどね、どうですか、皆さん、知ってます、まあ知ってますって言ってもね、あのすごい幅広いと思うんで、まあいいんですけど、まあこっからミュージックスタジオとかあるのか、結構あれですね、路地から、ね、なんか車があちこちから出てくるんで、ちょっと危ねえなっていうのを思いますね。もうね、もうちょっと怖いもん、ちょっと歩いてて、それはちょっとありますね。あと手作りの、お豆腐屋さんか、お豆腐屋さんとか、あとはなんだ、これはね、あのパッセージコーヒー、ローストって言って、ここはあのあれかな、あのカフェなんですけど、カフェラテ、コーヒー豆とか、あとね、焼き菓子が結構あのカウンターところに見えるんで、まああの、世田谷区内でね、ちょっとポッと一息つきたいといいかもしれないです。すごい。はい。で、さすがあの、祖師ヶ谷区内ということで、こうやってね、ウルトラシリーズが並んでおります。ここね、大勝軒。これは、有名ですよね。あの、中華軽食のね、つけそばということで、ね、大勝軒ございます。ここは結構あれじゃないの、あのね、祖師ヶ丘って言ったら結構ね、歴史あるところだと、歴史あるっていうかね、長くやってるところだと思うんですけど、大勝軒の紹介でした。だとこっちはね、ホテル鈴木ラボ、なんかケーキ屋さんかな。あのハロウィンの季節なんでね、やっぱりね、そういうね、かぼちゃのケーキ食べたいな、今日食べよう。まあここはあれかな、クリニックビルですね。あの整形内科眼科皮膚スポーツリハビリ入ってるんで、まあ祖師ヶ丘からもし住んでね、何かあったらここに来れば一通り揃うっていうクリニックで、あとは処方箋受付のね、ウレシアもありますんで、ここのウレシアはでかいな。ウェル活したい人はここどうぞね、使ってみたらいかがでしょうか。ウェルカツってどん、ウェルカツね、あんまり、まあ、Tポイントはね、めちゃくちゃ使えるっていうんでお得らしいんですけど、僕ね、あの、ネオモバイルの方で Tポイント使いたいんで、あんまりウェルカツがね、そう、よくわかってないんですけど、はい。で、ここまで来るとですね、まあ、さっきはね、まあ、商店街ということで、八百屋さんがメインなんですけど、あ、ここからあのサミット、大型スーパー、見えてきました。ここのスーパーはですね、駐輪場も、
それらに広くてですね、ファミリーでね、まあ、食材買うのはやっぱりこう便利かなってところですね。で、このサミットの裏側、これテニスコートがあって、なんかね、体験レッスンとかやってるみたいですね。はい、それではですね、祖師ヶ谷通りちょっと祖師ヶ谷大蔵池の方戻ってきたんですけど、この Z 階のね、教室の隣のこの路地あたりからですね、ここから銭湯ですね、まあ、ちょっと入れるっていうのさっき地図で調べたんで、ちょっと行ってみましょう。祖師ヶ谷温泉21っていうところですよね。なんかね、あ、ちょっともう、祖師ヶ谷温泉21、なんか最近話題になってるね、フォーエバー21が、日本から撤退するなんて言ってね、50円で叩き売りなんてね、その21と、21っていうのかちょっとわかんないですけど、この住宅街のすごい静かなところに、温泉っていうか、温泉か、ございます。で、あと駐輪場も、あるので、なんだろう、自転車に来てもいいですね、ここね。はい、こんな感じで、外観はね、なんかまだマンションみたいですね、ちょっと見てみるとね、マンションみたいなところで、午後2時から、朝方、午前1時まで、朝方っていうかね、深夜1時までやってます。当店の温泉は源泉名を祖師ヶ谷温泉と1か約120か170メートルで組み上げていますと、泉温約20度なんで、これはあれかな、ちょっと加熱しないとダメかな。で、主成分はメタホウ酸で、美人の湯と言われる、なんだ、もし消えちゃったな、で美肌疲労血行等にも効果あるって書いてあるんで、温泉なんです ね、こんな世田谷区に温泉が出るんだ。そうなんですね。なんだろう、あとなんだっけ、戸越銀座とかにもね温泉ありますけどね、結構なんか都内の温泉っていうと結構ね、茶色っていうか黒い、黒色のね、温泉が出ることが多いんですけど、ここはどんな温泉なんでしょうかね。ちょっとまあ機会があれば行ってみたいなと思います。で、今ですね、祖師ヶ谷からのですね、小田急線のこの高架下の方を、降りまして、ちょっとですね、反対側の方ですね、もう歩いてみたいと思いますけど、ここは小田急の、マルシェになってましてね、よくなんだっけ、共同とかありますね、こういうね、はい、あと、お店はね、ラーメンのね、はるきと、おっとやと、あとね、本屋さんもあったんですけど、ちょっと、もう、閉店しちゃったみたいですね。口になっちゃったな。はい。で、祖師ヶ谷大蔵のこっちの方は、まあ、吉野家なのか。実は、本当にね、牛丼全部揃ってるな。すごいな、気合入ってるな。こっちの方は小田急 OX がありますね、ここね。ああ、でもこっちの方はなんかマンションとかあって、ちょっと違うな、雰囲気が。この小田急 OX は、小田急丸抜ではないんですけど、最初見た時丸抜かなと思ってね。うん、はい。で、ここは駅前駐輪場ありまして、1時間まで無料で、3時間ごと100円。みたいです。はい。で、ここはウルトラサウスストリートですね。あります。うん。まあ、ここ、小田急 OX は、ちょっと高めですかね。サミットぐらいですかね。値段、相場的に。うん。ディスカウントスーパーではないです。はい。あと、台東、ゲーセンがあったり、あと、ココイチもありましたね。だから、まあ、あと、これ、黒田コーヒーって、これはね、あ、朝食のセットもあるよ。モーニングもある。ちゃんとほら、なんだろうな、黒田ブレンドとかね、あとはお食事もありますし、ヘーゼルナッツカフェとかね、いろいろありますね。ここはやっぱりなんだろうな、チェーン店にはないね、こういったところでゆっくりコーヒーでも飲んで、落ち着くのいいですね。私も
今ね、ずっと喋ったら喉カラカラになっちゃって、そろそろコーヒー飲みたいなって感じしましたけど、はい。で、ここはきらぼし銀行は、あって、あと奥にはみずほ銀行か。だからなんだろうな、そういったまあなんか銀行とかね、そういう大型 テナント系はこっちにあるのかなっていう、感じですね。あとこの上はなんかあのタピオカありますけど、みずほ銀行があって、どうしようかな。お、あ、そうか。ここのね、目の前の城山通りで合ってるって言うんですかね。わかんないですけど。ここで右行くと環八通りがあるな。で、左が成城学園前駅に通じてるみたいです。で、南口側は結構、マンションとか、あったりして、北口のね、あの、ウルトラマン商店街と少し雰囲気が、違うかなっていう、感じですね。で、あとはまあ、緑茶屋さんとか、あとは何だろうな。お蕎麦屋さんとかね。ありますけど、エビの素揚げとか美味しそうだ。もうちょっとお腹空いちゃって、どうしよう。ほんとね、食べてないんですよね。お腹空いちゃって、どうしよう。でもね、こっちもね、あのサウスストリートでね、まあいろいろお店は続いてるんですけど、まあこの辺でちょっとね戻りましょうかね。まあここね、一人暮らし向けなんですけど、ワンルームワンケアパートでね、だいたい徒歩10分ぐらいで、家賃5万円かな。女性限定 4.5 万。あとは、まあ、マンションタイプでも 4.5 万とかあるかな。でもこの辺どの木造なんですかね、ちょっとわかんないですけど、でも、あれ意外と、でもまあ15分歩くのか。でも、ね、千歳船橋とか隣の駅だと、徒歩10分圏内でも結構安いな。で、2LDK とか、なってくると、まあ、やっぱりね、10万超えまず当たり前なんですけど、まあ、15万ぐらいかなって感じですね。はい。はい、それでは白浜通りをですね、今、成城学園方面歩いてるんですけど、こっちの方はね、結構やっぱり、まあ、なんか静かっていうか、道路があるんでね、うるさいですけど、まあ、割とね、この歩道幅が広くて、住宅街が、路地にあるということで、こっちの方はなんか住みやすい感じが、しましたね。さっきのね、北口の方ももちろんね、いろんな商店街って面白いんですけど、ちょっとね、道が狭くて車が多いんで、どうかなってあったんですけどね。でもこっちはあれかな、多分、成城学園の方だから少し家賃上がっちゃうのかなっていう、思ってますか。はい。あと、ここね、まっすぐ行くと、なんか有名なパン屋さんがあるって、なんか見たんですけど、なかなか着かないなぁ。あ、これじゃないですか、多分。こちらがね、有名で、なんつったらいいかな。いろいろありますよ。スペシャルローズとかね。テージールとかね、日替わりミッシュ、とかあります。まあ、当店のパンは、まあ自家培養した発酵種のみを使用した製造をしております。まあ、店内をね、石臼で焼いた小麦粉でできる限り安全な材料を使ってますということで、結構ね、なんだろうな、まあ、女性に人気ありそうな、パン屋さんです。ここはやっぱりね、まあ、有名っていうところもあってね、今ちょっと時間帯があんまり、ね、中途半端なのかもしれないですけど、普段は賑わってることでしょう。はい。そしたら、じゃあ、白山通りから、小田急線の交換抜けて、さっきのね、北口の方に
行ってみましょうか。この辺は本当静かですね。そこの高架沿いにもベンチがありますね。あ、もうすぐここに通じるんだ。なんかこの正面のこのおしゃれなお店は何だろう。お、ここは？ここあれか、デコレーションケーキとか売ってるけど。あ、風月堂か。カフェは、10時から19時までやってますね。マイバスケットあります。はい。確かにね、こっちの方は、スーパーがね、ちょっと長かったんで、駅前はね、小田急 X とか、大関とかありましたけどね。で、あと、スワローチェーンのクリーニング、あとは、地元のお洋服屋さんと、あとインドカレーか。例のインドカレー。ここはなんか、ここなんだろう。レッティっていうのかな？なんか子供服の可愛らしい、小さなお店や。アイランドケンネル。まあ、ペットフードとかそういうお店ですかね。あ、もうベンチあったよ。ほら。いいですね。これでね、いろいろ、ベンチ置いてあるってのは本当に助かりますね。僕も今ちょっと歩き疲れちゃってね。休憩したいなと思って。あ、これあれじゃないですか。これは、キッチン、マカベ。これいいですね。アメリカンライスとか、オムコロ。これいいな、食べたいの洋食屋さんね。これはいいな、キッチンマカベです、今食べたいぐらいですはい、キッチンマカベの隣、これはチチャーラって、これ多分タピオカでしょ。タピオカだもうね、わかるもんね、大体ね、店の風貌で。この右側なんかここだけなんかビーチマージャンとか、なんか渋めの店になってますけど、なんかちょっと渋いですね。ここの通りは、スナックとかいろいろあって、うん、渋いな。でここはなんか急に唐突にラーメン屋さん出ました。ヘルシーなラーメン。コラーゲンを使った澄んだスープで、ヘルシーめなラーメン。あ、いいですね。ヘルシーなラーメン。ね。焼き鳥のスミレとかありますね。スミレってチェーンですよね。違いましたっけ？あとは寿司の満腹とか。あとね、ココスがあった。ファミレスあったよ、ファミレス。さっきずっとファミレスなかったよ。ほら、ウルトラマンシンボル像、80メートル。あ、もう駅近いですね、ここね。このなんか晩餐っていうのは、これなんか、結構隠れ家的なお店ですね。モッツァレラとかパスタとかありますけど。カルディがありますと。そうだな、寿司屋くらいにカルディぐらいはあるかなと思ったら、やっぱり。ちゃんとありましたね。はい、ということで祖師ヶ谷から歩いてきました。ウルトラマン商店街からねんノースとサウス行って、ね、両方とも出口歩いてみました。まあウルトラマンの街っていうことでね、つぶらやプロの、ね、有名なところなんですけど、もう少しねウルトラマン全面出してもいい気がしてきました。ね、ホビーショップとかあったらね面白いなと思ったんですけど、ホビーショップはねちょっと見当たらなくて、どっか見落としたかな。もう少しねウルトラマンのねソフビとかね、バーッと置いてあってもねいいんじゃないかなってちょっと気がした。ね、巣鴨のね巣鴨みたいにね、もう少しいろいろねグッズ置いててもいいんじゃないかなっていう、ちょっと私のどうでもいい感想とともに、はい、ということです。でチェーン店はですね一通り揃ってまして、まあ一人暮らしであればね
まあ、困ることないかなと思います。まあ、やっぱり北口のね、千歳烏山の方が、やっぱメインストリートになってまして、やっぱそこはですね、まあ、駅近くはチェーンがあるんですけど、その奥行くとね、結構ね、まあ、地元の、根付いたような、お店、いろいろありますんで、開拓してみると面白いかなって思います。はい。で、ね、まあ、中華料理もそうなんですけど、あとは、銭湯。そう、銭湯。で、もう一個ね、銭湯あるんですけど、ちょっと今日は紹介しきれなかったんですけどね。だから、そっち側から、タオル持っていきましょう。はい、ということで、ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと私のサイトのね、Find My Town とか、あと座れる休憩場所検索とか、ぜひ遊びに来て、いただければと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。Thank you.